とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日も海賊無双4やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はダウンロードコンテンツ第3弾で出てきました。新キャラ、使っていきましょう。今日使うキャラクターは、こちら。金右衛門です。それでは早速、行きましょう。いざ尋常に、入る。では金右衛門行きましょう。まずはこっち、あ、ビッグマムがいるね。金右衛門はテクニックタイプなんだけども、そんなにね、テクニックしてない。テクニックタイプ結構使いにくいキャラが多いんだけども、金右衛門はねそんなことなくて、普通にパワータイプを持ってもいいかな。普通のパワータイプぐらいの感じで使えばいいです。で、基本的にこのテクニックの部分っていうのが、炎を設置してそれを爆発させるっていうのが金右衛門の特徴なんだよね。なのでそれを多めに使っていくとゴリゴリと削ることができます。基本チャージ5だね。チャージ5で攻撃して下に炎の溜まり場ができるから、そこを爆破してやるとダメージをゴリッと持っていくことができる。よい、見えにくいな。もうビッグマムでかいなお前。でチャージ1で斬撃を飛ばすので、チャージ1でを雑魚敵がいるところに飛ばしてあげるとね、結構簡単に、ゲージを回復させることができます。 OK 倒した OK いったね。では次、カイドウどこだ。カイドウは下かい、こっちの方か。いきましょう。 HP はちょっとこのまま黄色ぐらいを維持していったらいいかな。うん、やっぱ難易度高めのやつってボッコ食らうからね、本当にやられる可能性があるので、これぐらいの HP を、あー、ドリンクがついちゃった。まあいいか、一時的に強化されたけども、まあ大丈夫でしょう。強化されたところで、よし、金右衛門の火力で一気に押す。うわ、そうでもないぞ。そう押せ押せの感じにもならない。あ、さすがバフかかっただけあるね、強い。多分攻撃防御ともに上がってんじゃないかな。やべえ、ね、ドリンク飲まれると結構やばい。あー、俺回復しちゃった。ちょっと待って、戻します。ちょっと見えにくい、ここ回復しちゃったか。よし、ちょっと炎を集めます。よし、炎上、うん、オッケー、本気バーストして、大方向。まだこいつ、そうだもんね、本気じゃないんだよな。しゃ、どこ、はい、これでカイドウおしまい。次がフォルムチェンジしたカイドウ。ああ回復した、まあいいか、回復はしといた方がよかったね。はい、ペロスも倒した。はい、なんかいるな、輸送兵か。あ、砲弾、砲弾危ねえ、砲弾はいかん、砲弾はいかんよ。こいつを行かせると雨が降ってくるからね、注意しとかないとね。こっち側に何かが出現してる、カイドウか。行きましょう、ちょうど今の
漫画と同じになったね。いけ、よくやったね。この HP じゃさすがに全然削れないか。そうだろうな。それでもちょっとずつ削っていくんだ、ケイモン。おいおい、なかなかやるね。必殺技はどんどん使っていって OK。 周りの敵を巻き込んで攻撃していけばすぐにたまるんでね。あー、ヒーローの力ここで終わり。あれ入ってたから若干減らしたっていうのもあるけど、この HP ではそこまで減らせない。あ、でも特殊能力の炎上でなんとか削っていこう。あれ、あ、そうか、本気バーストさっき、おおおおおモノプレス、やばやべやべ、ゴリゴリ削られたね。やばいやばいやばい、それ来んな、それ来んな。イエス、やばい、おお、行くぞカイド、もう終わらせる。そこまで減らせないか。行くぞ、終わりだ。じゃあでは、あ、お前の首はいずれ、それまで死ぬんじゃねえぞ。それはマノに行くか。トーキンスいるね。倒す、もう倒してもいいか。いい、普通の隊長たちもいっぱいいるね。コンピンスを倒していくとの方がゲージも溜まっていいでしょう。で HP も若干ね回復させたい。当たってないな、ホーキンスには。どこだ、どこいる、ホーキンス。ホーキンス倒した、あ、なんか倒したっぽいな。よっしゃ、あー、砲弾の輸送兵がいる。こいつらは倒しときましょう。はい、どこだ、あ、いた、ビッグマムいた。ちょっとわかんないわかんない、どこだ、いましたね。ちょっと HP マックスになったけども、戦ってる間にある程度減るでしょう。これ結構外すことあるんだよな、外した。あ、自分のね目の前の敵に向かって切り込んでいくタイプだから、そこはちょっと当てにくいんだよね。もっと周りを巻き込んで自分の周りだけ攻撃するやつが良かったけども、そうはいかなかったか。でも大丈夫、削っていこう。カタクリもそろそろ多分来るんじゃない。動きが早いな、おい、いくよ。抜けた、ナミもいるのか。倒す、波をこれで打ったか。いや、いけねえな。ゲージを貯めましょう。雑魚敵はねチャージ1で倒していくと結構ゲージはゴリゴリ溜まるんで、ゲージ貯めは得意なキャラクター。よし、もう動くね、お前。よし、行きます。動きすぎ、ビッグマンマジ動くね。抜けそう、抜けた。でも大丈夫、もう少し、何も打っとい。一
傷は終わったか。あーなんか最後訳が分からん。いけ、よいしゃー、はい、キンエモンでした。通常攻撃も強いんで、まあ、とにかく炎を出してそれを爆発させていくとゴリゴリ削れるね。はい、ということで今日は金エモン使っていきました。金エモンはテクニックタイプだけども、どっちかというとパワータイプに近いキャラクターだと思います。使いやすいね。テクニックタイプは結構使いにくいキャラクターが多いんだけども、金エモンは別格で使いやすいです。ではね、他のキャラクターも出しております。それもチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。